さてその他にフィギュアスケートで忘れてならないといえばペアの演技。去年も優勝した実力派クレスチアニノーバ・トルチンスキーの演技をしばしお楽しみいただきましょう。今年も優勝です。まあなんといっても可愛らしいコスチュームで、トルチンスキーのピンクのネクタイが可愛いです。失敗しますと2人の今度息が合うまでね、タイミング合わせまでがああいう風にちょっとね、間が取れちゃうんですよね、取られちゃうんですよね。まあ、ダンスに比べるとよりアクロバティックな要素が多いですから、はい、でも2人の調和っていうことが非常に重要視されますね。揃えながらお互いがこういったジャンプですとか決めなければいけないというのは、そうですね、これよく合いますね。でもやはり息が合わないとね、もうこういうスピンなんかの時はね、どちらかがリードして声かけるんですよ。私たちジャージ席にいますとね、聞こえるぐらいね、はいとかそう合図でね、嫉妬になったりするわけですよね。喋り合ってるんですか。まあ喋っていいんじゃないんですけど合図の、まあ、信号を送るっていうんですか。なるほど、これは面白いですね。高いリフトです。これはリフトはタイミング失敗すると大変危険なんだそうですね。それを難なく笑顔でやってのけるところが素晴らしい。そしてタップの要素なども組み入れて楽しいですね、この辺は、はい、最後はデススパイラル。そしてヘアスピン。今年も見せてくれました、満面の笑顔です。さあペアの結果ご覧ください。優勝ソビエト、3位もソビエトと、やはりソビエト勢が